韓国を差別している。え、あんた何バカなこと言ってるの。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。さまざまな物品を密かに海外から持ち込むのは難しいように思える島国の日本にもかかわらず、日本は世界の中でも特に金の密輸が多い国だと言われています。近年日本の空港や港では金塊を海外から持ち込もうとして摘発される事件が急増。そしてその事件の多くには韓国人が関わっているというのです。今回ご紹介するのは金の密輸に関する2人の韓国人女性の会話。韓国人が日本へ金を持ち込もうとする理由を2人の会話を通して解説していきましょう。韓国人が日本の空港で受けた対応に顔面蒼白。私の名前はアヒョン。海外旅行が大好きな30代の韓国人よ。韓国では今日本旅行が大人気。私の友人や同僚も長期休暇になるとよく日本へ行っているわ。だけど私としてはいくら円安でお得だからって日本を旅行する気にはなれなかった。だって日本と韓国は昔からギクシャクした関係だったでしょ。そのせいか日本は韓国人に対してだけ厳しい入国チェックをするらしいのよ。私のいとこなんて金のネックレスを身につけていたって理由だけで7時間近くも日本の空港で缶詰になったんだそう。それを聞いて私は絶対に日本へ行きたくないと思ったわ。そんなある日のこと、久々に会った友人のジミンとカフェでおしゃべりを楽しんでいたら、今度の休暇は日本へ行こうと思っているのと彼女が言い出したの。日本だけはやめておくべきよ。入国チェックでひどい目に遭うに決まっているわ。日本人は韓国人を差別するんだから。そう言って私は猛反対。いとこが以前に空港で長時間足止めされたことも教えてあげたわ。だけど彼女は、韓国人だけが厳しい入国チェックを受けるなんて話は聞いたことがないわ。私も何度か日本へ行ったことがあるけれど、いつも入国はスムーズだったわよ。というの、え？嘘でしょ？本当の話よ。それにね、あなたのいとこが空港で足止めを食らったのだって、日本が韓国を差別しているわけではないと思うの。だったらどうしていとこはわざわざ別室に連れて行かれたの？ただ金のネックレスをつけていただけなのに。まあまあちょっと落ち着いて、ちゃんと説明してあげるから。ジミンは私をなだめると、いとこが空港で足止めされた理由を話し始めた。ねえ、数年前に SNS で話題になったバイトを覚えている？え、そんなバイトあったかしら。思い当たることがなく、私は首をかしげた。ほら、主に韓国人主婦をターゲットにしたバイトがあったでしょ。インチョン国際空港で受け取った荷物を日本の福岡国際空港へ運ぶだけの簡単なバイトよ。ああ、なんとなく思い出したかも。言われてみれば私もそんなニュースをネットで見かけたような気がしたわ。あのバイトの依頼者はほとんどが貿易会社の社員。往復の航空運賃と福岡での一泊分のホテル代、それからバイト料として1回約50万ウォン、約5万5千円を払ってくれるという破格の条件だったの。だけどそれって危ない仕事なんじゃないの？まあ普通の仕事とは言えないわね。だけどそこまでやばい仕事ってわけでもなくて、韓国から日本へ手荷物を運ぶという仕事の内容に嘘はなかった。そしてその荷物こそがあなたのいとこが空港で缶詰にされた原因である金だったのよ。つまり金の密輸ってこと？でもどうして金の密輸なんてするの？
確か金って世界中の市場と連動しているから、売買価格に大きな違いはないはずよね。その通り。金相場っていうのは、地球上にはもともと金はこれだけしかないっていうことを前提に、世界の大きな金の取引市場で日々価格が決められているわけで、日本で1300ドルの値がつけばニューヨークでも1300ドル、違いがあるとすれば為替による若干の差額が生じるくらいで、世界的に見て大きな違いはないわ。でしょ？それなのにわざわざ韓国から日本へ金を運ぶ意味がわからないわ。まあそう思う人は多いでしょうね。でも実はね、この金相場が世界共通であることが盲点なの。日本には消費税っていう独自の税制度があるでしょ。消費税に近い税制度を導入している国はそれほど珍しくはない。だけど金の売買に消費税が課せられる国は少なくて、日本以外だと韓国とインドくらいしかないのよ。え？だったら韓国から持ち出したとしても全然美味しくないんじゃないの？もちろん。だから日本で売られるのは台湾や香港で購入した金なの。つまりはこういうこと。金のレートはほぼ世界共通だから、どの国で買っても大きな違いはない。そこで消費税のかからない国で金を購入して、消費税のかかる国で売りさばけば、消費税分がまるまる儲けになるというわけよ。日本の場合、国が認めた一部の品物と食品を除けば、売買には一律 10% の消費税がかかるでしょ。さっき話したバイトはだいたい女性でも無理なく持てるように、1回につき約 3kg の金を運ぶように指示される。金 1kg の取引価格は約970万円だから、 3kg だと約3000万円。これを消費税のない国から持ち出して、消費税のある日本で売れば 10% の利益が出ることになるわ。3000万円の 10% で300万円、つまり1回につき約2700万ウォンの利益が出るなら、バイト料として50万ウォンと旅費や宿泊費を支払うくらい、痛くも痒くもないってことなのよ。しかももしも日本にいる買取業者がグルだとしたら、その業者は税務署に申告することで、買取の際に支払った消費税分を税金から控除することができる。買い取った金を今後は正規のルートで台湾や香港に売れば、金密輸の無限ループが完成しちゃうというわけよ。なるほど。そのバイトのせいで韓国は日本から目をつけられてしまったのね。ううん、それだけなら日本もそこまで神経質にはならないわ。実際 SNS で金を密輸するバイトを堂々と募集した上に、運び屋として雇われたのは普通の主婦なわけで、あくまで素人なんだから。じゃあどうして？日本の保安体制だけじゃなくて、韓国の方でも金の持ち出しをチェックするようになって、安易な主婦のバイトは簡単に摘発されるようになったのよ。それに日本の方でも笑って済まされないような手口が横行し始めたみたい。例えば内変器を利用するのは最も有名な手口の一つ。ほら、格安航空会社なんかだと機体数に限りがあるから、国際線で到着した飛行機を今度は国内線として引き続き運航させたりするでしょ。あれを内変器っていうの。彼らの手口はまず、台湾で買い付けた金を持った人物が日本の格安航空機に乗って日本へ向かう。そして彼は機内でトイレに行き、持ち込んだ金塊をそこへ巧妙に隠すの。飛行機が空港に到着すると彼はそのまま降りていく。だけど今度は隠し場所を知っている別の人物がその飛行機に乗り込むことになる。規定のチェックや清掃が済んだら、その飛行機が国内線として運航することはあらかじめ確認済み。国内線の手荷物チェックは国際線よりもはるかに緩いから、
簡単に日本国内へ金を持ち込めるというわけよ。すごいことを考えつく人がいるものだと、私はその賢さにちょっと感心した。だけど地民の話にはさらに驚くような続きがあったの。しかもその隠し場所がすごくてね、便器の裏にテープで固定するなんてのは生優しい方、悪質なものになるとトイレの壁紙を剥がしてその裏に金塊を貼り付け、また壁紙を貼り直してあったなんてこともあったそうよ。それはすごいわね。確かにそこまでやられたら笑って済ますことはできないわ。それだけじゃないわ。2020年に摘発されたグループの手口はさらに巧妙で、世間をあっと言わせたんだから。そいつらはまず成田空港と羽田空港で荷運び用に使われているカートをこっそりと持ち帰ってね、全く同じ寸法でカートを作り、注意書きが印刷されたシールまで完璧に偽造。その上、内部に金を入れていることがわからないように X 線が反応しない磁石を使ったケースを取り付けたというの。そこまで大掛かりな仕掛けを作っただけあって、逮捕された時そのカートからは 24kg の金塊を発見。その1回だけでかなりの利益を得られるところだったのよ。それから2015年から2016年にかけて 1kg の金塊約4万枚を密輸したグループの手口もよくあるパターンでね、彼らは香港で金塊を安く購入して日本に持ち込み、佐伯を得ることを計画。犯行は2段階で進められたんだけれど、そいつらはまず香港で購入した金塊を持って韓国の空港の乗り継ぎエリアで待機するの。そして無料で日本旅行ができるなどと言って集めた家族旅行客などにその金塊を渡して日本に持ち込んでもらう。韓国人観光客に対する日本の税関の検査が緩い点をうまく利用したってわけよ。日本の警察の発表によると、消費税率の改定後、金密輸に関する事件の件数は消費税率改定前の約 1.5 から2倍近くに増えたんだそう。日本からすれば持ち込まれた金にかかる消費税は国民から集めた税金、消費税に対して根強い嫌悪感を持っている国民感情に配慮して取り締まりを強化しているっていうのが現状なのよ。そうだったのね。だけど金のネックレスまでっていうのはさすがにやりすぎじゃない？やっぱり日本は韓国のことを目の敵にしているような気がするわ。どうかしら。この間香港で購入した金を日本に密輸していた韓国人がインチョンで逮捕されたけれど、主犯の男に罰金15億円、追徴金250億円の支払いを命じる判決が出ていたわよ。日本の場合、こういった案件では不起訴になるケースが多いらしいから、韓国の方が厳しい判決だと言えるんじゃないかしら。まあそいつの場合は金塊を計4900個も密輸していたっていうから、それだけでも十分にお釣りが来るとは思うけれどね。あとこの間は改造した靴に金を隠して運ぶだけで日当を支払うというバイトを SNS で募集して、計 136kg の金塊を密輸した50代の韓国人夫婦が執行猶予付きとはいえ実刑判決を食らっていた。もちろん金の売買で得たと思われる68億5000万ウォン約7億円は追徴金として没収されたらしいから、くたびれ儲けってことにはなったと思う。だけどその夫婦の場合は素人の手口だったし、常習性も少ないだろうと判断されたから、この程度で済んだとも言われているの。こういう素人に集められた運び屋というのは本当に一般人ばかり、事の重大さも理解せずに割のいいバイトって感じで気軽に飛びつくから、さらに問題が大きくなってしまうんだと思うわ。それからつい先日もね、ソウルのデパートに勤める20代の女性4人が
金塊を隠したブラジャーを身につけて日本の税関を通過しようとして捕まったという記事が載っていた。彼女たちはバイト料がもらえる上に日本へ行けるなんてめちゃくちゃラッキーってルンルン気分で応募したと言っていたそうだから、まったく呆れちゃうわよね。でも私もタダで旅行ができてお小遣いまでもらえるってなればちょっとぐらいならって思ってしまうかもしれないわね。だけど少し考えれば怪しいバイトだと分かりそうなものなのに、こういうのに騙されるのってネットに関して情弱な一部の人たちだけじゃないの？私も最初はそう思ったわよ。でもね、この間検挙されたある大規模な密輸グループを調べてみたら、押収した証拠品の中から5000人以上の韓国人の名前が記載されたリストが見つかったらしいの。そしてそこに名前を書かれていた全員がそのグループから依頼されて日本に金を密輸したことがあったんですって。もうこうなってくると罪悪感も何もあったもんじゃない。運び屋として利用された人は本当にバイト気分でやっている感じなのよね。それは深刻ね。軽率な韓国人の多さに呆れて私はため息をついた。だからこの時期に堂々と金のネックレスをつけて日本へ行くなんて、あなたのいとこはどうかしているんじゃないかって私には思えるの。まあアヒョンが今後日本へ行くことがあるかどうかはわからないけれど、もしも行く機会があったら金のアクセサリーなどは身につけないようにするべきよ。うん、そうするわ。ねえ、今度ジミンが日本へ行くときは私も一緒に行っていいかしら？え？急にどうしたの？ついさっきまで日本だけはやめておくべきだって言っていたじゃない。私の態度の変化に驚いたジミンは理由を聞き返してきた。だって日本へ行っても差別を受けないと分かったんだもの。それに私だって日本へ行ってみたいわ。見たいところも買いたいものも食べたいものも数えきれないくらいあるし。あ、そう。まあ連れて行ってあげるけれど、アヒョンはもっと自分の目と耳で正しい情報を集められるようになった方がいいわよ。もうすぐ40歳になるいい大人なんだから。確かに彼女が言う通り、今回の件で私はもっとしっかりしなくちゃいけないと反省したし、勝手に日本を悪者扱いしていたことを申し訳なく思ったわ。まとめ。違法薬物などとは異なり、金そのものは全く法に触れるものではないため、金の密輸で逮捕されたとしても執行猶予付きの微罪で釈放となるケースがほとんど。悪質なケースであれば罰金を取られますが、金自体は返却されるため、リスクに敏感な裏稼業の人たちの間で金の密輸に目が向くのは仕方のないことなのかもしれません。ただ近年は警察も金の密輸に対する捜査を強化、税関では手荷物検査が強化され、怪しいとなればすぐに金属探知機で検査を行っています。またうまく密輸ができたとしても、日本国内で高額の金塊を頻繁に売却すればすぐに監視対象となることは間違いありません。皆さんは金の密輸で儲かる仕組みを知ったからといって、くれぐれも出来心で手を出さないようにしてくださいね。いかがだったでしょうか？よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。